東京人の新しいふるさとを作ろうというか、いうことが一つ、コンセプトとして出てきたということがありました。ふるさとといえばですね、やはり緑の国だということがあって、森を作ろう、5万本ぐらいの植樹をしてし、緑地率も 36% ぐらいあったんです。で、それからやっぱりふるさとといえば、みんなが集える場所、お祭りができたりですね、そういう広場というか、そういうものが必要だという中でいくと、さっきの先生がお話しありましたように、囲み型のという話がありましたけれども、そういうレイアウトをすることによって、みんなが向かったりして、みんなが出てきて、みんなが合流するような、そういう場ができたということにつながっていると思いますし、またそのふるさとといえば、みんなが語り合う場所というか、寄り合いをする場所というかですね、そういったものも、つきものなんだろうという。その地域の広がりができているものに一番代表例は、先ほど藤ヶ谷さんの紹介でしたけど、サンシティ祭りという、秋に行われるお祭りは、これはもう地域の要するに、一つのイベントとしっかり根付いたんじゃないかなというふうに、私は考えています。仕掛けというか、工夫に加えて、実際そこで暮らされる方々のいろいろなその自発的な活動というのが積み重なると、そういう経年優化というものが実物として出来上がるんだということを逆に我々は教えてもらったプロジェクト。当初そのマンションというのは日本の構成とかの中では土地が見合いがするものだというような中からですね、いろいろその土地を住み替えていく中で、マンションをまず買って、資産性というのに注目がされてですね、その後自分は最終的には郊外の蔵手に住もうかとかというふうな中の一つだったと思いますし、そういう中ではあえてマンションに住まれるときはプライバシーがあるとかセキュリティがあるとかというのが優先的に価値として置かれているということが始まっているんだと思うんですね。それはもう多分実施までもそうですね。私はやっぱりその永住志向っていうね、そういう意識が変わってきているんですよね。公共通商のマンション総合調査っていうのが前に行われてるんですけど、最終的に全体種目として1980年頃はマンションを次に住むかちょっと考えてもいいと言われる方がいるんですけど、20% だったんですよ。それがバブル崩壊後からだんだんその次に住むかちょっと考えてもいいという方の比率が上がってきて、今年ですね、2024年度の調査ではマンションの次の住むかとして考えていいという方が 53% まで来ているんですね。でそれがその永住志向、永住の意識が強まるとやっぱりマンションの流れのコミュニティに対しての関心も比例して高まるというのが今の実情です。あと、やはり東日本大震災が一つの契機になったということは確かにない。ある方では、という有事の際、緊急時のための緊急連絡網という形で、居住者の方から、居住者カードというのをずっとこう、解消してたんですけども、1990年代、その回収率が 40% でした。それが、東日本大震災の急にその回収率が高まりまして、今年度に至っては 98% の回収率になったということで、少しこう住まいにおけるコミュニティというのを考えるといいんですが、私はコミュニティが3つあると思っているんですね。一つは実際の住宅住まいの一個一個の中のコミュニティ、それは家族、一緒に住んでいる家族とのコミュニティもあるでしょうし、離れて住んでる方のコミュニティみたいなものもあると思います。もう一つのコミュニティはこれが多分一般に言われているマンションでのコミュニティだと思いますけれども、そのマンションの中でのコミュニティということですね。一緒の建物の中に住んでいる者同士のコミュニティということがあるんだと思います。でこれについてはですね、先ほどご紹介ありました下野のプロジェクトなんかが最新の取り組みだろうと思ってますけれども、一体化した形の中に、コミュニティの場を配置したと、これ僕はごとにですね、いろんな性格 の場を持っていて、それぞれの場が普段の使い道はいろいろなバリエーションがあるんだけれども、実際に災害が起こると
そこにはそれぞれ防災用のこういろんなグッズが全部備わっていて、そこが超高層だと今までだとエレベーターが使えなくて歩いて下まで降りなきゃいけなかったのが、途中途中数フロア上り下りするだけで、防災拠点になる。そこに行けば緊急の食料とかというふうなものを表示したいというふうなことで、普段のそこでドッグランを走らせている者同士が再現できてもその場で、どうしましょうかという話ができるというふうなのを今チャレンジしたりしているのがあると思います。もし3つ目のコミュニティというのはですね、そのマンションの周りのこう地域との、コミュニティというのですね。でこれについてはですね、最新の取り組みとしては我々のワンガンエリアで我々自身のワンガンアクションというのを付けてるんですけども、ワンガンエリアにどんどん新しい方々がお住まいになられてくる中で、まあ、すでに周りにお住まいになられている方とのコミュニティというのをどう作っていけばいいのか。例えば去年の9月からはですね、勝ち時で太陽のマルシェというのを月に1回、これ毎月開催してますけども、始めます。で、まあ、買い物したり、なんかそういう時に、あるいは子供同士が、そのマルシェの周りで遊んだりする中でコミュニティが生まれてくるというふうに、これ1年間で20万人ぐらい、延べ20万人の方に参加していただいたりというようなこともありますし、一番直近では、この前発表になりましたけれども、バレエスクール、チャコットというバレエスクール、をバレエ教室みたいなものを作ってみたり、あるいはちょっと前にはミーファットボールパーク、みんながそのサッカーをするコミュニケーションを取れる仲間を作ったりとか、あるいはこの前にですね、コーポレートホームゲームズという大運動会になってですね、よくていろんな方々に頑張ってもらって新しいコミュニケーションを作ったりというふうな地域の取り組みというようなこともやってまして、この3つのコミュニティというのをどういうふうに作っていくのかということが、まあ、先ほど申し上げた経年入荷の街づくり、コミュニティづくりにつながっていくのかなと。そういうコミュニティを研究するために、はい、三浦レジデンシャルと一緒に、サステナブルコミュニティ研究会というのを立ち上げまして、マンションの中に20人以上顔と名前の一致する人がいますっていう方は、多分それ有事の際に自分の自宅まさに現在進行形のコミュニティの支援活動だと思うんですけれども、今後の課題というのは一体どういうところですか。まあ、そういう意味では、まあ、いろいろなその我々が提供するその住まい にですね、まあ、愛着を持ってもらえるような仕掛けがどれだけできるかというのが大きいんだろうと思っているんですね。もう一つはそういうこういろんなコミュニティが生まれ始めていくときに、それがこうどこでどういうふうなコミュニティ、コミュニケーションが生まれつつある、あるいは生まれているというようなものがこう皆さんにこう見えるようにできるか、こう、まあ、そのコミュニティの見える化といいますか、そういうのがこう見えてないとどこで何が起こっているのかが皆さんにわからないということもあると思います。私はマンションっていうのは、いろんな価値観を持った方がお住まいになっていますのでね、実はそういうマンション内のコミュニティというのについても、そういった積極的に関与していきたいというお考え方もいらっしゃるでしょうし、まあ、どちらかというとちょっと一歩引いた形ですかね、そういう形で要するに暮らしていきたいという方もいらっしゃると思うので、そういういろんな考え方のある方が全部受け入れていただけるような、そういうコミュニティをやっぱり作っていくということを目指さなければいけないんですけども、コミュニティがしっかりできているところは、はい、私賛成というのではやっぱりマンションの資産価値もやっぱり高いんだというふうに思うんですね、うん、でまた先ほど言った災害等のそういう有事の際も、はい、コミュニティがしっかりできているということはその安心につながるということもありますので、うん、コミュニティをある程度こうしっかり作っていくということに関しては、うん、マンションのお住まいの方ほとんどの方がやっぱり賛同していただけるというのだと思いますので、そういう意味でそういうコミュニティに対してはコンセンサスをどうやって上手に、まあ、会社に向けて、この中で作っていく。